皆さん、新生活が始まって、約2週間ぐらいが経過したんですかね。徐々に徐々に、新生活に慣れてきた頃かなとは思っているんですが、今多くいただいている質問に、予習と復習ってどっちを優先したらいいんですかとか、予習ってどうやったらいいんですかって、結構ね、高校とかだと学校の先生が予習してこいよって言うんですよね。でもその具体的なやり方っていうのはあまり言ってくれない方が多くて、なので今回は予習っていうね、とこのトピックに注目して話をしていけたらと思っておりますので、よかったら最後までお付き合いください。改めましてどうも、アイチです。今回は予習っていうトピックでね、話をしていくんですが、ですよ。実は1月にこういった著書を出させていただきまして、この本の92ページかな、もしお持ちの方がいたらちょっと見てほしいんですけど、92ページでも書きましたし、あとは普段のね、動画でも結構言ってるんですけど、予習と復習、どっちかしか選べませんって言われたら、自分は復習をします。復習を優先してくださいと。予習に関しては、復習がある程度ちゃんとできてる、そこで成果が出せてる方が、余力がある方がやるものですよっていうイメージなんです。どっちかというと。でも、たまに勘違いされるのが、じゃあ予習ってやらなくていいんですねって言われるんですよ。全然それは思ってないです。予習はできるならやった方がいいんです。けれど、難易度が高い。今まで予習をチャレンジしたことがね、人生である方は、多分ね、一度は経験したことあると思うんですけど、うまくいかないんですよ。で、うまくいかないというか、何をやるのが正解なのか、いまいちわからない。だから例えば明日授業でやるところを勉強するんですよねって、大体これは思いつきますよね。でも、なんとなくやってるんだけれども、なんとなくやっているから、これやって意味があったのかなってなっちゃうんですよ。で、意味があったのかなって自分で思ってる状態って、成果としてはかなり薄いんですよね。だから、できれば、どうせやるなら、もっと効果的にやってほしい。なので、今回はその部分のアドバイスができたらと思ってます。で、今回話をしていくのは、自分自身の経験もそうですし、あとは塾講師時代のね、自分の生徒の様子とかを見てて思ったことなんですけど、予習をやっていく中で、スタイルとしては主に2つに分かれます。予習を入れていくときにね。で、2つ目の後半の方が、多分今見ていただいている方の多くの方に、参考にしてほしいところなんですけど、やっぱ1個目は外せなくて、で、1個目何かっていうと、これ予習特化型です。もう予習にその勉強サイクルの重きを置いている方のまず話をさせてください。じゃあ実際どういうふうにね、やっていくかっていうと、勉強っていうのは、ざっくり言うとね、予習やるじゃないですか。予習、授業を復習っていう、この3つ。このサイクルがセットになって自分の実力を上げるとか知識を定着させるっていう流れになっていくんですね。で、この1つ目の予習特化型の方は、予習でもうある程度完璧にします。その知識に関して。で、授業を使って確認をします。ここでも定着です、ほぼ。で、復習は本当にその予習と授業の中で、ちょっと怪しいなって思うものが少し出てくるんですよ。このタイプの方って。その少し怪しい部分を簡単にちょっとだけ確認すればいいかっていう。つまり、授業は確認の場所です。予習でほぼ全ての知識、次の授業でやる部分を予習するってなった時には、この公式でこの問題はこう解いてって、もう自分で分かってる。自分自身で授業をするのか、それか何かのね、コンテンツ、授業動画か分からないけど、そういうコンテンツを使ってほぼほぼ完璧の状態に持っていって、授業で、そうだよね、そういうことだよね、俺正しかったわっていう確認をしていくのが、まず予習特化型の方になります。ただこの予習特化型に関しては、自分の生徒を見てて思ったのは、かなりできる方はレアかなと思います。なぜかっていうと、難易度が相当高いんですよ。で、さっき言ったように、何かのコンテンツを使ったとしてもね、予習で、授業動画なのか他のね、サービスかわからないけど使ったとしても、結局は自分自身で新しい知識を噛み砕いて理解して吸収落とし込めるところまで行かなきゃいけないんですよ。で、それをやるのがなかなか難しい。でも逆に言うと、それができる方だったら、それを自分自身で授業を受けること、自分でね、授業を成立させてやることによって予習で完結させます。で、授業を受けて、もう確認ですから、授業もめちゃめちゃ楽ですよ。これができる方。俺できないから、それできる方にね、生徒とかに話を聞いてると、やっぱすごく楽なんですよ。で、楽しい。わかるから、授業が。先生、そうやって説明するんすかって、俺の説明の方が分かりやすいと思うんすけどとか普通に言うからね、うちの生徒生意気だって思ってたけど、でもやっぱすごいんですよ、それができるって。だから、それができそうな方はチャレンジするといいです。
かなりサイクルとしては回しやすい勉強の時間も全体的にどんどん予習のね、ここが一番時間かかるんですけど、その部分って慣れてくるとかなりどん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 短くなっていくんです。でそこが短くできればできるほど効率化ができるので、まずこのね予習特化型できそうな方はまあぜひねチャレンジしてみてください。そして2つ目ですね。でまず予習特化型の方で、いやちょっと私にはって思った方はぜひこっちを参考にしてほしいんですけど、ここで考えなきゃいけないのは何のために予習をするんですかっていう、いいですか、これちょっと考えてほしいんです。皆さん予習をやるとね、やった方がいいなときっと思ってる方多いと思うんですよ。はい、もう一回言います。なんで予習するんですか。まあ、この質問はこれが花丸ですと、これしか正解がないですっていう問いではないので、今ね考えてくださった皆さんの答えが基本的には正解だと思ってるんですけど、多分多くの方が、まあ、授業がこう分かりやすくなるため、授業を先に知っておくことで授業に入りやすくなる、ね、その授業が受けやすくなる、そのためだよとおっしゃった方がね、まあ、多いんじゃないかなと思うんです。で自分もそう思ってます。でその目的を改めてもう一回認識してほしいんです。いいですか、予習を何のためにするかっていうと、授業のハードルを下げるためです。分かりやすくするため、そのためにやってるっていうことを前提にこの後の話も聞いてみてください。少し話がそれちゃうんですけど、先週この動画投稿させてもらったんですね。授業中にしてほしい2つのことっていう。でね、もしこれ見てない方がいたら、今回の話とこの話めちゃくちゃ連動してて、おそらくセットで見るとね、よりやるべきことがはっきりしやすいと思う。なので 1.5 倍速でも構わないんでね、ぜひね時間ある時に見てみてください。でこの動画の話の中でも言ってたんですけど、その1個ねやってほしい片方の方は、授業、先生の授業ね受けた時にポイントをアウトプットする。今回で受けた授業でポイントだったのはここだったんだよなっていう、あ、口に出さなくていいからね、突然ポイント喋り出したらびっくりするから周りの子が、そうじゃなくて心の中でよし今回のポイントはこれだったっていう、それを毎回自分で確認してごらんって、それをやるだけでも記憶がちゃんと定着しやすいからやってねって話をしたんですよ。でさっきも言ったように予習っていうのは授業のハードルを下げるためにやります、目的としては。だから予習の段階で全部覚えてなくていいんですよ。こういうことやるんだろうなぐらいも全然構わないんです。でそれの答え合わせをしたい。だから予習の段階で自分が最低限やってほしいことは、次ねこの辺がねポイントね、あ教科書やるんだろうなって思った時に、このページを見ていくと、あここがポイントになりそうだなって、まあ公式とか分かりやすいよね、太字になったりするからさ、分かりやすい部分もあるので、これがポイントになるんだろうなって思うところ、そこだけを確認してってください。でそのポイントだと思った部分が実際に授業を受けてみた時にポイント、先生がね実際にもすごい強調してる部分と答え合わせとしてポイントが合ってたかなっていう答え合わせをしてるイメージで授業に臨めるとかなり効率が良くなります。だって自分がポイントだと思ったものがさ、先生もポイントだって言ってたら、あオッケーオッケーさすが俺ってなるし、しかもそのダブルでねポイントって思ってるわけだから、より定着させなきゃと思うんだよ、意識することができるからね。だから記憶にも残りやすくなる。なので本当は問題演習とかまでやる方がいいんですけど、そこまでできなくても次のところを教科書パラパラって見てもらって、パラパラって見るだけだと記憶が全部流れちゃうから、どの部分がポイントなのかなとか、で歴史とかね地理の教科書見てたら太字がいっぱいあるわけよ、全部覚えるのきついから、あここではこの人が多分話の中心かみたいな、徳川家康のどこがとかね、わかんないけど、そのちょっと覚えるぐらいでもいいわけ。今回はきっとこの授業では徳川家康がこうなんかやっていくとこの話だなとかね、すっげえ曖昧なこと言ってるけど、でもこのぐらいの曖昧な状態で入ったとしても、何もない状態で臨むよりはかなり授業のハードルが下がって臨むことができますので、ぜひね予習をちょっとやってみようと思ってる方は、次やるとこね、教科書やるだろう、あ授業でやるだろうなと思うところパラパラパラって見てもらって、ポイントがどこになるんだろうなっていうのを確認して授業に臨むって、でそれをアウトプットするっていう流れね、やってもらえたらと思いますので、ぜひね試してみてください。